ける夜の風も聞こえてくる街の音もすれ違う人の視線も嘲笑うかのようでこの剣で一人ぼっち取り残されたこの星は塵となり広い宇宙をさまよい燃え尽きる的なものでして、初心者の方でも誰でもご参加いただけるもので、楽器の弾き方わからない人にはレッスンさせていただきながら、少し上手くなったら一緒にライブをやろうという感じで今丸4年やってまして、今5年目入りましたが、
毎月音家族のバンドだけでワンマンライブができるようになったりとか、あの CD もできたり、で今日は初めてあの対外的なあの内部入手だけじゃない外に向けたライブ参加させていただいて、久々なんで僕も緊張してます。よろしくお願いします。で今日は、今の2曲が藤君の作った流星スターダスト2曲聴いていただきましたが、次はですね、音家族の豪華ボーカル陣をいっぱい入れてやりたいと思いますが、まずは演奏陣の紹介をしたいと思います。まずはドラム、夢は女の子に膝枕をしてもらうことです。ドラム圭君、アンケートにあのメンバー名前書いてあるんで、気に入った子いたらなんかあの、ね、一言あげてください。ドラムケイ君でございます。そしてちょっと頼りない感じも見た目するんですが、実は頭の切れる男、男家族のブレイン、フーミンです。フーミンか。え？そしてもう音家族の中では有名人ですね、天才藤君です。じゃあ、ボーカルメンバーを紹介しますね。まずは、女性陣からいきましょうか。華やかにいきましょうか。と音家族のアイドルです。妹キャラ、ほわっとした感じが人気のコトミンです。そして音家族ボーカル陣の中で最高峰の歌唱力を誇ります。今こういった時点で、あ、次自分のことだなと思ってる人が一人います。音家族最高峰の歌唱力、サオリンです。皆さんどうもこんばんは、サオリンです。よろしくお願いします。今日は頑張ります。そして、2月、先月ですね、あの初めて音家族のライブのステージに立ちました。もう何十回かお会いしてるんですけど、いつも着る服が違う、とてもおしゃれなお姉さん、エクラ姉さんです。エクラと申します。今日はよろしくお願いいたします。そして、最初会った時は可愛い子だなと思って、やろうとかみんな、あ、可愛いな、あの人、あの子可愛いな、可愛い子、可愛い子入ったなと思ったら、可愛い子入ったと思ってガッと持ち上がって、あ、でも結婚してたっていう。同じ角度でテンションを下げる魔性の女、音家族の二等辺三角形、マイチンです。はじめまして、マイです。頑張ります。よろしくお願いします。そしてここからは、次はですね、今日が人生初ステージです。はい。初々しい元気いい歌声を聞かせてほしいですね。大輝くんです。大輝と申します。よろしくお願いします。そして最後に、今月の9日、3月9日、1週間前ですね、人生初ステージを終えたばかりのとは思えないむちゃくちゃノリのいい関西のお兄さん、音家族のニュー兄貴、兄貴小路さんです。兄貴、皆さん本日はこんばんは。こんばんは。頑張ります。よろしくお願いします。マイクこっち、それじゃないよ、そのマイクこっち、前のマイク、はい、こっち、後ろ、はい、後ろ、はい、後ろ、はい、マイクチェックしてね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 、素晴らしいゴージャスな感じですね。ゴージャス、
じゃあ今から2曲連続でカバー曲ですが聴いてください、皆さんご存知の曲だと思うので一緒に盛り上がりましょう。